うチームは少ないんですが、今回はどんなパラメーターで来るのでしょうか。見ていきましょう。波動ストライク。やはりラレッツは前に張り、おっとなんだ、さあいきなり接触大丈夫か。さあやはりねシングプレイヤーラレッツとシエツ入れてきませんね。イシト選手が1351というねチャージマックスの5まで振り切っているようなパラメーターです。襲って大きい球がいっぱい飛んできます。しかし冷静に、かなりねスピードを激しくね動いて、ラレットとシエツに惑わされがちなんですが、ミスター非常に冷静ですね。さあ落ち着いて自分たちの試合をしております。さあチャージプレイヤーが、ね、いるので後ろ割れるのも早いですね。今前半の40秒でミスターが2点のリード。ここでさらにさあポジションチェンジや動きが激しいラレットと CH、 それに対して自分たちの試合を見せているのはミスター。しかし堅い仕事は全てありません。さあここから2点のリード追いついてきました。さあミスターまだまだ気が抜けない。さあ2点差取り返していけるか。ここでさらに点差を広げてきました。残り時間迫ってきた。取っていけるか。5秒前ライフが終わりそう。残り少ないがさらに追加点。ここで試合終了、6対3でミスタの勝利です。おめでとうございます。やはり、ね、トリッキーな